サンミッシェル・ノートルダム駅は、フランス・パリの国にあるラー・ビー・とシー・の駅である。一部の出口は4区のテシマナイア・ロックにある。ビー・の駅は、パリ交通公団が、シー・の駅は、フランス国鉄が管理している。駅名は、サンミッシェル橋、サンミッシェル広場とノートルダム大聖堂に由来する。メトロ4号線のサンミッシェル駅及び10号線のクルミーラ。 ソルボンヌ駅との乗り換え駅である。シーセンの駅は、サンミッシェル橋の地下、セーヌ川と平行に、東西方向に、相対式ホーム2面2線がある。改札口は、駅の東端、中央西寄りのホーム上、西端の3カ所にあり、東の改札からは、プティポン広場、中央西寄りの改札からは、サンミッシェル広場周辺に、西端の改札からは、 サンミッシェル広場の西方に出ることができる。また中央西寄りの改札からは、メトロ4号線のサンミッシェル駅への連絡通路がある。B 線ホーム B 線の駅は C 線よりも下の層にあり、北半分はセーヌ川の分流として島の地下にある。駅付近では B 線の北高南高はそれぞれ単線トンネルになっており、ホームはそれぞれのトンネル内の単式ホームである。 ただ資料ホームはいくつかの連絡通路で結ばれており、階段もこの連絡通路部分に接続しているため、全体で一つの島式ホームとみなすこともできる。ホーム中央付近の階段、エスカレーターは、シーセンのホーム下の乗り換え予行コースに接続しており、ここからシーセンのホームを経由して地上に出ることができる。またホームの北と南にもそれぞれ階段、エスカレーターがあり、 北側からは、してしまのオテルデュードパリ前に、南からは地下の連絡通路を経て、メトロ15線のクリニーラ、ソルボンヌ駅に通じている。現在のシーの駅は1900年のバンコク博覧会に合わせ、パリオルレアン鉄道がオステルリッツ駅からオルセイ駅まで延伸された時に開業した。開業時は、ポンサン・ミッシェル、ポン・セイント、ミヒエル。 サンミッシェル橋という駅名であった。1938年からはフランス国鉄の駅となり、1979年にはラーの C 線の駅となった。ラーカの際にホームの拡幅工事が行われている。ラー B 線の当初の計画ではサンミッシェル広場とリュクサンブール駅の中間付近に新駅を作ることになっていた。1971年の計画変更で、 リュクサンブール駅を存続させるとともに、サンミッシェルに C 線との接続駅を作ることとされた。B 線のリュクサンブール駅、シャトレレ、アル駅間は1977年に開業したが、この時点ではサンミッシェルに駅はまだ設けられていなかった。B 線サンミッシェルノートルダム駅の工事は1982年に始まり、1988年2月15日に開業した。 これに合わせ C 線の駅もサンミッシルノートルダム駅と解消された。また、第二次世界大戦以来休止中だったメトロ15線のクリニーラ、ソルボンヌ駅が営業を再開し、B 線との乗り換え駅となった。1995年7月25日、B 線ホームに停車中の列車内で、アルジェリアのイスラム原理主義組織、武装イスラム集団による爆弾テロが発生し、 8人が死亡、117人が負傷した。駅周辺のセーヌ川沿いは、世界遺産、パリのセーヌ川市に含まれる。C 線の出口のあるサンミシェル広場は、ミカエル像のある噴水で知られる。広場の周辺は、書店が多くあり、東側はレストラン街である。B 線の南側の出口近くには、クリュニーの中世博物館がある。してのノートルダム大聖堂。 パリケーシサントシャペルなども近い。ありがとうございます。